おめでとうございます。では続きまして A 部門決勝の発表に移りたいと思います。A 部門 3A 部門決勝の進出者皆さん、こちらのステージの上に上がってください。 3A 部門決勝に出られた方、ステージの上に上がってください。続きまして 4A 部門決勝進出者の皆さんは選手待機エリアの方にお集まりください。 4A 部門決勝進出者はステージの上に出る前に準備の方をお願いいたします。選手待機エリアでお集まりください。なんか変なのがいるぞ。さあそれではイーストジャパンヨーヨーコンテスト A ブロック3A 部門の決勝の結果発表をしていきたいと思います。よろしいでしょうか。2015イーストジャパンヨーヨーコンテスト A ブロック 3A 部門第3位、合計得点 24.3 ポイント、失礼しました、最終得点18.3 ポイント、吉羽達典選手、おめでとうございます。続きまして、イーストジャパンヨーヨーコンテスト A ブロック 3A 部門決勝第2位、最終得点 72.5 ポイント、森岡隆雄選手、おめでとうございます。そして2015イーストジャパンヨーヨーコンテスト A ブロック 3A 部門決勝失礼しました。第1位、最終得点 92.0 ポイント、滝本瑞希選手です。おめでとうございます。それでは表彰に移りたいと思います。賞状フリースタイル競技 3A 部門第3位、吉羽達典殿、おめでとうございます。賞状フリースタイル競技 3A 部門準優勝、森岡隆雄殿、おめでとうございます。賞状フリースタイル競技 3A 部門優勝、滝本瑞希殿、おめでとうございます。以上が 3A 部門決勝の優勝者、準優勝者第3位の皆さんでした。では検査室の方に移りますので、皆さん前の方に、どうぞ前の方にお集まりください。オフィシャルカメラのミーサの方なんでね、オフィシャルの方で大きな笑顔をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。